知っているとちょっと得する健康雑学をご紹介します。今回はニンニクについて簡単にまとめましたので、最後までお付き合いくださると嬉しいです。一般的にニンニクに含まれる有効成分や栄養素が健康に対する利点をもたらすと考えられています。以下はニンニクの主な健康効果5つです。1. 疲労回復、スタミナアップ。ニンニクに含まれるアリシンはビタミン B1 と結びつき、エネルギー代謝を促進し、疲労回復効果をもたらします。またアリシンには血行を促進する作用もあり、これが疲労物質の乳酸をためにくくし、スタミナアップ効果につながります。 2. 免疫力向上。アリシンには抗菌・抗ウイルス作用があり、風邪やインフルエンザなどの感染症予防に効果が期待できます。また免疫細胞を活性化させる働きもあり、免疫力全体の向上にも役立ちます。3. 動脈硬化予防。ニンニクにはコレステロール値を下げる効果や血液をサラサラにする効果があります。これらの効果により動脈硬化や脳卒中などの予防に役立ちます。4. がん予防。ニンニクに含まれるアリシンには発がん性のある物質を抑制する効果や、がん細胞の増殖を抑制する効果があることが研究で示唆されています。特に胃がんや大腸がん、食道がん等の予防に効果が期待できるとされています。5. 美肌効果。ニンニクに含まれるビタミン C は抗酸化作用があり、シミやシワの原因となる活性酸素を除去するのに役立ちます。また血行を促進することで新陳代謝を高め、肌のターンオーバーを促進する効果も期待できます。上記以外にもニンニクには血糖値を下げる効果や骨粗鬆症予防効果、二日酔い予防効果など様々な健康効果が期待されています。最後に注意点もご紹介しておきます。ニンニクは食べ過ぎると胃腸障害を起こすことがあるので、適量を摂取することが大切です。またサプリメントとして摂取する場合は医師に相談してから服用するようにしましょう。ニンニクは古くから薬用として用いられてきた食材です。毎日の食生活に積極的に取り入れて健康維持に役立てましょう。ぜひ参考にしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。